元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みるです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマはコンタクトレンズを正しく知って大阪を元気にです。はい、今回のテーマはコンタクトレンズです。ゲストは大阪市住吉区にありますアイアイ眼科医院の宮本裕子院長です。よろしくお願いいたします。宮本です、よろしくお願いいたします。宮本先生の職員に行くね、杉本町にある大学のキャンパスのすぐ近くで開業されてます。その辺ちょっとあれで見たらね、僕よく行ってた鳥秀っていう中華料理屋さんです。と隣で鳥秀の看板ばっかり見てたんですね。てっちゃん先生は。それで宮本先生は今日初対面なんですけど、紹介してもらったのが一大病院のね、眼科の教授されてた白木先生っていう、先生に開業されてるね、バリバリの先生紹介してくださいって言ったら、奥さんも眼科で、白木先生の、その奥さんの、非常に親しい方で、大阪眼科医会とかで理事をされたりとかですね、活躍されてる先生なんです。でもアイアイ眼科医院っていうね、アイアイのお猿さんの絵が描かれた、すごく入りやすそうな、雰囲気の、オープンの時にね、歌を歌いながら入ってきた患者さんが一人おられたんで、その時はちょっとびっくりしました。アイアイの歌。アイアイの愛、眼球の愛の愛とラブの愛を兼ねてます、なるほど、そういう意味です。今日はですね、コンタクトレンズの正しい使い方なんかもじっくり伺いたいと思うんですけれども、先生は若い世代に啓発活動を行ってらっしゃるんですね。そうなんです。学校をしている小学校で 5,6 年生の児童生徒を対象に養護の先生に協力していただいて、コンタクトレンズに関する授業を行ってます。 5,6 年生にコンタクトレンズって知ってるかって聞くと、結構 95% の児童は知っていると回答しますし、カラーコンタクトレンズについても 90% 近い児童が知っていると答えるんですね。でも一体どんなもんかっていうのはよく分かっていないんですね。で、実は以前5年生の女の子が学校検診で視力検査の結果を用紙を持ってきて、うちのクリニックに受診してくれたんですけど、その時に検査員が検査してるとどうもちょっとおかしいなっていうことに気がついて、本人に問いただすと、コンタクトレンズを装用してたっていうことが分かって、ですぐにレンズを外して私診察させてもらったんですけど、白目のところにすごく傷がいっぱいいってしまってました。どうもね、お母さんのコンタクトレンズを見よう見まねで、入れたみたいで、おそらくお母さんがやってるところを見てて真似したんでしょうね。で、入れたんはいいんですけども、外し方を見てなかったみたいで、外せずに要するに目の中を触ったので傷ができたんじゃないかなと思うんですね。こういったことがあったことで、コンタクトレンズを使い始める前からある程度の知識を持っておくことが必要なんだなというふうに今思ったんです。なるほど。目ってやっぱりデリケートですもんね。だから、すぐ傷がつくと、感染を起こしたりするとね、大変なことになると思う。巷ではこう大型雑貨店に行くと結構いっぱいカラコン並んでますよね。スマホで簡単にネットでこうカラコン売ってんのとか見たりすることがあるかなと思うんですけども、
コンタクトレンズはそういう度数のないカラーコンタクトレンズも含めて全て高度管理医療機器の一つです。で、医療機器って一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器ってあると思うんですけども、高度管理医療機器には例えばペースメーカーなんかもあるんですね。で、コンタクトレンズも何かトラブルを起こすと、失明、視力を失う可能性があるっていうことです。だから例えば使用期限を守らないとか、レンズとかレンズケースのケアを怠ったりしてしまうと、先生さっきおっしゃっていただいたように感染症を起こして失明するっていうことがあるっていうことなんですね。なんで、それともう一つよくあるのが、同じ度数でそのまま他のコンタクトレンズを買うことがあるんですよ。処方されたのと違って度数だけ一緒だったらいいと思って買うことがあるんですけど、実際問題があって、そうなんですか。コンタクトレンズの規格っていうのはベースカーブと度数とサイズからなってるんですけども、度数だけが同じであってもベースカーブっていうのはレンズの内面のカーブのことなんですけど、これが違ってたりサイズが違ってるとフィッティングが異なってきて目に対する影響が違ってくるんですね。なのでですから必ず眼科で見てもらうということが必要なんですね。今ネットで買えちゃうからそうやね。うちの夫もなんか届いてます数年前に病院で行って、この度数ですって言われたら多分それを、多分行くの邪魔くさいしって言うのでいやでもそういう人多そうですよね。多そうやね。もう長年ずっと同じ度数のままで使ってられて、まあ、見えてるからいいわっていう感じで使ってられたんですけど、うちで調べてみると実は乱視があったっていうことで正しく矯正されていなかった例とか、だからやっぱり来ていただいて測って調べてみないとそういうことはわからないことだと思うんで、ずっと買い続けているっていうのはあんま良くないと思います。びっくりしたのがカラーコンタクトって本当にね、化粧品屋さんとかでも置いてます、置いてますよ、はい、いろんなモデルさんとかの顔写真付きで、はい、あれも高度、度数入ってなくても高度管理医療機器という、そうです、そうです、全てコンタクトレンズは高度管理医療機器、ね、伊達メガネとちゃうからね。でもそんな感じでみんなつけてると思います。まあ、目に入れるもんですからね、やっぱり、そうですね、そういった怖さはありますよね。そっか、度数だけじゃなくてカーブなんかもやっぱりプロに、サイズが違ったりとかして、素材が違ったりしても全然フィッティングってやっぱり変わってくるので、やっぱり見てもらわないとダメだと思います。なるほどね、はい、先生、カラーコンタクトレンズなんですけれども、やっぱり気軽に買って使える分トラブルも多いですよね、きっと。うちでずっとカラーのコンタクトレンズ使ってられた方なんですけども、その後薬局だったかな、ちょっとまあ気に入ったのを見つけたのか、それを買われて、つけられて、しばらくすると黒目になんか黄色いのがついてるっていうことで、うち来られた方おられまして、よく見ますと黒目の上の方にこう黄色い色素がついてたんですね。ですぐにまあ色素を取って点眼治療をして、まあ治ったんですけど、買われたレンズをいただいて綿棒でちょっとこすってみると色素が落ちてしまって、だからおそらくその色素が角膜黒目のところについてしまったっていう例なんかなと思うんですね。やっぱりそれ診察を受けて合うやつを処方してもらったら問題ないけど、そうですね、適当に買ったやつを入れてたからっていうことですよね。多分その方には合わなかったレンズだったのかなと思います。やっぱり若い女性とかね、安いし薬局で買った方が、でなんか化粧品感覚で買っちゃうっていうのも、デザインとかがね、やっぱり眼科で置いてるのは割とまあちょっとおとなしい感じが多いので、どうしても派手なカラーコンっていうとなるとやっぱりそちらで買われたみたいなんですけどでも本当気をつけないといけないんですが、もう親が使ってて楽やし、もう子供も眼鏡不便やったらコンタクトレンズっていう気軽にちょっとパッと使わすものではないのかもしれないね。何歳からコンタクトレンズで使えますかって皆さんよく聞かれるんですけど、私は自分で自分の目に責任が取れるような年代だったら大丈夫です。高校生でもいい加減なことしたらやっぱりダメだし、中学生でもきちっと
守って取り扱いしてきちっとした扱いをする子どもさんだったら大丈夫っていうふうには答えてるんで、やっぱり自分で自分の目に責任を取ってもらわないとやっぱりダメなんで、そのように答えてます。でまたその先生が子どもたちに教えている教材っていうのも実はインターネット上に公開されているんですね、はいはい、大阪府健康医療部薬務課の方と協力して作成したパワーポイントスライドがあるんですけど、それを用いて授業を行ってます。で、まあ、それだけではなくて印刷できるようなこういう冊子があるんですけども、はい、その冊子には保護者向けにも説明が書いてあるんで、すごく有用だなと私は思ってます。で、自由にどなたでもダウンロードして使用することができるので、はい、特に学校関係の先生方とか学校医の先生方には使用していただければなというふうに思ってます、はい、こちら大阪府コンタクトレンズの適正使用に関する小中学生への教育についてというページがあるんです。もう自由にダウンロードして使っていただける、はい、ということですよね。またYouTube 動画も教材として使っていただけるようにアップされているということです。はい、はい、公益財団法人日本眼科医会が作られました。放課後にモンスターたちがこんな〇〇は嫌だをやってみた、ちょっと面白いタイトルですけどモンスターたちがあかんことばっかりしてるという、はい、動物の姿をしたモンスターたちが、はいはい、この使い方しちゃダメよというようなことを紹介しています。養護の先生にこのパワーポイントスライドで授業をしていただいて、その後私がまあ復習しながらみんなから質問を受けて、最後にこの動画を流すんですね、うんうん、するともうこの時ばかりはみんなもう全集中です。すごく集中して見てくれますので、はい、いいと思います。はい、YouTube で日本眼科医会と検索すれば動画が出てくるということです。どちらもこの元気出してこうてっちゃんねるのホームページブログに情報を載せておきますので、一度ご覧になってみてください。はい、というわけで今日はアイアイ眼科医の宮本院長に来ていただきました。勉強になりました、ね、次回は私めちゃくちゃ気になってます、うん、老眼について伺いたいと思っております、はい、ではてっちゃん先生、今日の一言お願いします。久しぶりに先生で、はいはい、コンタクト、コンタクト初入れ、うん、女房に、うん、あんた誰どうでしょうか、カラーコンタクト言い張るそっちかもしれない。ありがとうございました。ありがとうございました。お楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなどどんどんお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼント。そして1名の方にはてっちゃん先生が開発した携帯用パーティション敷茶を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で、てつアットマーク obc1314.co.jp、 ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。そして番組のホームページから過去の放送もすべて聞くことができます。よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島亜美留でした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。